木曜日のコーデです。はい、どうぞ。じゃん。じゃあ一周回ってください。はい、はい、では説明入りたいと思います。リアリティングテーププレゼン、ゆるくん TV です。大丈夫です。やったー。はい、今回は一週間コーデです。はい、そうだね、今回は秋服と冬服の、ゆるくんの一週間コーデやっていきたいと思いまーす。はい、ゆるくん TV。 はい、それではまず月曜日のコーデです。どうぞ。はい一周回って、はい、これが、月曜日のコーデになります。はい、上から説明します。ジャケットがまず、セールで買ったザラのジャケットになります。結構安くなって半額ぐらいになってたので、すごい安く買えたのを覚えてます。はい、リュックは2年前ぐらいに買ったザラのリュックとなっております。はい、知ってる方は多分知ってると思いますが、よく、ね、それ使ってたよね。はいはい、でパンツは、こちらも2年前ぐらいに買ったザラのパンツで、もうあれだよね、だいぶ履いてるから、ダメージもすごいけど、サイズもねちょっとちっちゃくなってきてるよね。多分今年がもういっぱいいっぱいかなと思います、サイズ感的にね。はい、でメガネは、代官山に行った時に買った、500円の伊達メガネですね。はい、伊達メガネですね。はい、はい、じゃあポーズお願いします。写真撮ります。はい、はい、はい、続きましてゆるくんの火曜日のコーデです。どうぞ。はい、じゃん。はい、じゃあ一周お願いします。はいはい、では説明したいと思います。はい、ニット帽が、今年買った、海外から輸入したダナキャナンの DKNY ダナキャナンの、ニット帽になります。はい、そして、リュック下ろして、はい、こちらのリュックは、去年、買ったザラのリュックになります。はい、で、MA1 ちょっといい MA1、 うん、そのジャケットが見たいから一周回ってみて。はい、このジャケットは、今年のセール品です。はい、半額ぐらいで買った MA1 のザラのジャケットですね。はい、こちらもすごい安くで買いました。多分ママちゃんで、紹介してるので、値段が知りたい方はママちゃんの、の方を見てください。すごい気に入ったね、かわいいね。で、インナー、パーカーですね、オレンジのパーカー、こちらもザラのパーカーで、これも多分セール品で買ったと思います。はい、多分ママちゃんでこちらも紹介しているので、詳しい詳細はママちゃんを見てください。はい、でパンツは、こちらもザラのスウェットパンツ、はい、はいですね、ザラのスウェットパンツで、こちらも多分セール品じゃないかなと思います。はい、詳しい詳細はママちゃんをご確認ください。はい、はい、では写真いきましょうか。はい、はい、いくよ。はい、それでは、水曜日の、コーデです。どうぞ。はい、じゃん。はい、一周回ってください。はいなんだよそれはい、では説明入ります。上の、ニット帽は、ギャップですね。はい、ギャップの、ニット帽になります。はい、で、続きましてインナー、中のね、中のセーター、これベストでちょっと脱いでみて、両方とも。はい、いいよ、脱いで。はい、インナーのこちらのベストは D スクエアのニットベストになります。はい、で、その中のシャツは、ザラのシャツですね。はい、になります。そしてパンツは、ザラのデニムパンツになります。で、その上の上着ね、
はい、上着、こちらの上着も、ザラのジャケットになります。これは去年の冬に買ったザラのジャケットですね。で、こちらの最後リュックも、去年、買ったザラのリュックになります。はい、なんかごつい、ごつい、うん、なんかあれ、ワンピースのガープガープの名前が出てくるとは思わなかった。おじいちゃんでしょ、ルフィのね。はい、が水曜日のコーデですね。じゃあ写真いきましょうか。はい、ポーズお願いします。いやー、はい、それでは、続きまして、はい、木曜日のコーデです。はい、どうぞ。じゃん、じゃあ一周回ってください。はい、はい、では説明入りたいと思います。はい、まず上のキャップ、帽子ですね、はモスキーノのキャップになります。モスキーノのキャップは海外から輸入して、購入しました。はい、で続きましてサングラス、はい、サングラスは、レイバンの折りたたみ式の、サングラスです。はい、多分、いおりくん TV を見て、くださってる方は分かると思いますが、こちらのサングラスはディズニーでいおりくんが1回なくしましたね。で、戻ってきたんだよね。はい、そういうサングラスになります。続きまして、ジャケットにしようか。次、迷彩の、迷彩柄のダウンジャケットですね。こちらは去年の冬に、購入した、ダウンジャケットになります。今年もね、全然サイズ感的にも着れてね、いつもうちはワンサイズ、ツーサイズぐらい上を買うので、だいたい、買ってから2年ぐらいは、着れるような感じで、計算で買っております。はい、あとオーバーサイズをうまく、ストリート系が好きなのでオーバーサイズをうまく着てる感じです。はい、続きまして、じゃあ中行こうか。インナーのスウェット、スウェット、スウェットはこれマルセロバロン、正規での言い方はマルセロブロンとも言います。マルセロバロンの、スウェット、スウェットの、トップスですね。ちょっと脱いでみて、脱いでみて。はい、じゃあ一周回ろうか。はい、はい、ね、はい、でパンツは、水曜日のコーデでも履いていた、ザラの、デニムパンツになります。はい、このデニムパンツは相当履く、はい、このパンツはすごい履いてます。めっちゃ履いてますね。はい、じゃあ次、リュック、リュック、リュックは、マルセロ、はい、マルセロブロン、マルセロバーロンの、リュックになります。はい、こちらも海外から輸入して、購入してます。はい、はい、じゃあ写真撮るから今日、はい、ちょっと真ん中かな、はい、そこら辺かな。はい、行きます。はい、続きまして金曜日の、コーデです。どうぞ。じゃん、はい、一周回ってください。はい、はい、ポーズ、うん、イエイ。はい、金曜日のコーデはこちらになります。はい、では説明していきます。はい、まずジャケット、ジャケットというか、まあ、ピーコート、コートは、ザラのコートです。はい、でインナーのセーターもザラの、セーターになります。はい、でパンツは、ザラのパンツですね。多分、着回してるので何曜日かに履いてたパンツです。何曜日だろう、多分履いてるパンツですね。はい、脱いで一周回ってみよう。はい、一周回ってください。こちらのセーターは、今年の、モデルですね、に買ったやつだよね。で、Pコートは去年、2年前か去年、どっちか覚えてないんですけど、結構古いです。このザラのコートは結構前に買ったコートですね。サイズはね、今ちょうどぴったりぐらいだね。やっぱうちワンサイズ、ツーサイズぐらい上を買っていくので、だいたい2年ぐらいは着ちゃうよね。うん、はい、では写真いきます。
おすげえなそれ。はい、続きまして、土曜日のコーデです。どうぞ。はい、じゃん、一周待ってください。はい、はい、じゃあ説明したいと思います、はい、まず上のハット帽子ね、はい、はザラのハットになります。はい、はい、続きまして眼鏡、はい、先ほど、かけていた、あ、先ほどっていうかね、何曜日のコーデだっけ、それも忘れたけど、先ほどもかけていた、大会山で買った500円の伊達メガネですね。はい、はい、でジャケット、はい、はザラのジャケットですね。これもかなり入ってきてると思います。2年ぐらい来てるよね。サイズ感がちょっとちっちゃくなってきてるよね、もうね、イーシャン的にはね。はい、でインナートップスの、はい、スウェットですね、はい、は、マルセロブロンの今年の新作だと思いますの、ちょっと、うん、そうのトレーナースウェットになります。はい、ちょっと脱いでみようか。はい、はい、一周待って、はい、ですね、はい、で、パンツは、これも結構履きまくってる、先ほどから着回してる、ザラのパンツですね。そうザラのデニムパンツになります。はい、はい、じゃあ、写真いこうか。はい、では写真いきます。はい、それでは最後、日曜日のコーデです。どうぞ。はい、じゃん、はい、はい、じゃあ一周待ってください。はい、はい、OK です。じゃあ説明入りたいと思います。はい、まず MA1 のジャケットは、はい、ザラのジャケットです。はい、今回は多分オールザラだな。はい、インナーのセーターうん、もう、ザラのセーターになります。はい、脱いでみて。はい、ちなみにこの MA1 のジャケットとこのセーター両方とも去年の冬に、買ったものだと思います。これ結構着てるのね。だいぶ着てるよね。うん、多分見てる、よくゆりくん TV を見てる皆さんは見覚えがあるジャケットだと思います。はい、で、このセーターも去年の冬に買ったセーターですね。はい、で、中のシャツも、ザラのシャツですね。はい、はい、で、パンツは、今回2回目かな、また履くのは何曜日かコーデでこれも履いてたパンツですね。はい、はい、これも2年ぐらい履いてるパンツだと思います。はい、以上かな。はい、はい、じゃあ写真いきたいと思います。はい、じゃあポーズお願いします。何それ。はい、いきます。1週間コーデはやってみました。はい、はい、ゆるくんいかがでしたか。やっぱりおしゃれをするのは楽しいね。誰だよそれ。はい、おしゃれ楽しいよね。はい、はい、値段とか、サイズ感とかは多分ママちゃんで紹介してたりとかメインチャンネルでもちょこちょこ、なんだろう、購入品紹介とかで、紹介してると思うので、詳しく知りたい方はそちらを見てください。はい、はい、次回もまた皆様ゆうりくん TV でお会いしましょう。バイ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 マジュメ。